青下インザラブホーのコーナーがやってきました。はい、北田さんが死んでしまったのでね、ラブホーに向かっております。すごい特殊な事例だけどね。どう入るんだ、あっちか。必要な時は来たようだな、どうやら。ああ、カスしか来た。工藤大丈夫かって来た。着いたよ。さあ問題の時が来たよ。鬼門だな。流れるようなスムーズさだったから、手慣れてる感があって出てるぞ。フリータイム確認もちゃんとするのもやるし、熱くね、この部屋。この部屋、おや、見させてもらいますぜ、風呂。あ、風呂は広いぜ。でもビジホと比べて全然ない。風ナイスがまた風ナイスがまたあった。
好きだね、癖ないっす。ね、見てほしいな。ほしい、見て見て。22で設定した。ほら、ビジホと比べて全然だって、広さが。うわ、何でもできる。何でもできるぜ。あ、すごい、清掃されて。あ、ジャグジーがついてる。うわ、キャッカ、フフフできんやん。H 型の椅子じゃないのがちょっと残念だぜ。じゃあ、これだけ持ってった方がいいかもしれない。クロスターにね。うん。あ、万が一も俺らも。あ、まあ、一応ここに置いとくから、これね。一応まあ、なかったらいい。よし。はい、休もうぜ。あ、あれだ。あ、あの、バスローバスローブがあるぜ。こっちが興味津々。ラブルもね、冷蔵庫大体こんな。妖怪ね、どっかにタダでね、水が入ってたりするんです。本当だ。参考になりますよ。あとね、ほら、ランボあるあるでさ、あのベッドのところにさ、何でもできるさ、あれがあるって、あれ。いや、もう今 GMP してたの。でも何とかんだっけ、うまくあそこが今明るすぎるのが暗くなったりできる。ああ、そっか、暗くする。うん、いろいろポチポチしてみれば、せっかくだし。あ、いいじゃん。これ暗すぎ。うん、これいいじゃん。いや、こっちが暗くなりすぎたぞ。逆にこっちを明るくしてくれ。あ、それ、あ、いいよ、それで。よし。ベタベタを、えい、ベタベタをシャワーで払拭できるのも理解。